うまい蜂蜜酒なら元気が出るはずだ。酒を飲む薬というのはこんなことで元気になるだろうか。やめておくが、酒が入ると泣くタイプかもしれん。こいつを見ろとしてみた。七カメラ、シャニはよく身を首飾りに編み込んだと言っていた。綺麗な花だ。だがこれで元気になるか。よし、積もう。俺もロマンチストになったもんだ。オルギエルドに会うんでしょ。君とは滅多に会えないんだ。オルギエルドは朝まで待てる。シャニ、どうぞ。好きだと覚えててくれたのね。君についてはいろいろと覚えてる。結婚式は盛り上がってる。でも君は葬式に出てるみたいだ。何がそんなに悲しい。悲しい？違うわ。花飾りを受け止めた後であることに気づいたの。月日はどんどん過ぎるのに、私は勉強や胃の洗浄や手足の縫合しかしてない。全部一人で。俺がいる。あとどれくらい？1日？2日？誤解しないで、嬉しいのよ。でもあなたは現れては消える。私には毎晩帰宅した時にいてくれる誰かが必要なの。病人や怪我人の手当てをした一日の後に一緒に飲んで笑って一瞬でも全部忘れさせてくれる誰かが。確かに毎日そばにいることはできない。だが君に会うといつも嬉しい。そして今日俺は君のものだ。ええ、なら今夜を祝して飲みましょう。今夜が永久に続くように。歌い手が飲みすぎたみたいね。ひどいオチだわ。散歩に行こう。いいわね。結婚式は楽しめた？悪くはなかった。変人の幽霊と言い争って操り人形にされなければ楽しめたかな。だが認めるべきだな。彼のおかげで俺ならしなかったいろいろなことが経験できた。犬を追って森を駆け抜けたり、板切れを持って喧嘩したり。何か忘れてるぞ。キスもあった。そうね。あれは明らかにブロジミールだったけど、あなたのことを半分忘れてた。確かに彼の意志だが、体は俺だ。全て感じた。昔を思い出したよ。リジマのこと？ああ、カトリオナの一件は丸ごと忘れてると思ってた。疫病のことは忘れ去られたが、あの冒険のロマンティックな部分は忘れるつもりはない。僕らの生活費は心配いりませんよ。工房ですか？繁盛してますよ。よかった。それを聞いて安心したよ。うちは家計が苦しくてね。だが女房には言うなよ。バレたらカンカンに怒る。ご心配なく。口は固いんです。我ら男性は団結しなくちゃなりません。他人行儀はよせ。俺のことはお父さんと呼んでいいぞ。ありがとう、お父さん。飲みましょう。家族の絆が生まれたようね。
花嫁の父と義理の息子か。酒が入れば結束したりバカみたいに殴り合ったりするものだな。結婚できるか心配してたの。貧富の差のせいか。うん、ジョナスの家族はアルドナに資格がないと考えてた。しかし二人は明らかに愛し合ってる。その場合普通は両親が折れる。どうかしら。うちの母は資格のない恋人を認めなかった。その人を愛して選んだと言い張っても。お母さんがそれほど意固地だとは思えない。きっと説得できるさ。できた試しはないけど。ペテン師と曲芸師とウィッチャーしか家に呼ばないのか。違うわ。でも母は私にお金持ちや育ちのいい人なんかとくっついてほしいのよ。別に構わないだろう。ああそうかもね。でもそういう人たちって大抵退屈なのよ。確かにな。母にも言ってよ。学院で夫を見つけるべきだったと思ってるの。でも探しもしなかった。はあ、きっと私どこかおかしいんだと思われてる。よせよシャニ。今は13世紀だ。女性が大学へ行くのは夫探しのためじゃない。学ぶため、好きな道に進むためだ。君はそうした。お母さんは評価しているはずだ。学位を取り自分の仕事を持ち、幾度となく前線に赴いた。君は立派だ。どこもおかしいところはない。本当にそう思う？ああ。見ろ、あの兄弟たちだ。酔っ払って柵から引き剥がした板みたい。妹はどこだろう。あの状態じゃ生意気な4歳児からも守れないぞ。彼らが邪魔しなければあなたが彼女と寝ていたはずよ。向こうはその気だったもの。俺は気が乗らなかった。抵抗して彼を追い出しただろう。きっとチャンスを利用したと思うけど。そういうチャンスはいらない。方針を変えたの？選ぶようになっただけだ。もう選んだみたいに聞こえるわ。選んだからだ。誰だと思う？うわぁ、すごいわ。あのキスのことを考えていた。どのキス？ブロジミールが俺の唇を使って君の唇にしたやつだ。彼がいなかったら違う感じがしただろうか。どうだったかしらね。確かめる方法は一つ。比べてみてどうだった？正直に？全く違ったよ。いい意味で？ブロジミールなしにキスする方が断然いい。誤解なら言ってくれ。ブロジミールはキス以上を求めていたはずだ。事実、堂々とそう言った。その通りよ。とても率直だった。その点は認めるわ。それが有利に働く時もある。そうだな。時間を大いに省ける。それで今日はどうするの？ゲラルト、私と時間を無駄にしたい？それとももう戻りたい？君に約束した。約束は守るつもりだ。素直になるつもりだ。ブロジミール以上に。それは面白そうね。面白いかどうかはやってみない。満席ね。そろそろ悪予感がするな。なぜわかったの？預言者でね。
満杯じゃない。無駄にするのは惜しいな。その上、ほっといたら酔っ払った人が見つけてさらに問題を起こしちゃうかも。それに私、誓いを立てたの。一つ、良い行いをせよ。月に連れてって。飛ばないと月には行けない。大間違いよ。見て、湖の真ん中にあるじゃない。何してるの？月でみんなが普通にやることさ。もう起きたのか？少し前にね。最後に会ってからあなたには27箇所の新しい傷ができたことを知ってる？記録してるのか？うん、時々そうするの。月にはたどり着いたかな？もう忘れたの？いいや、忘れられるわけがない。そうよね。忘れたいような口ぶりだな。違うわ、もちろん忘れないし絶対に後悔しない。でも気持ちを整理したいの。一人で。シャニ、待て。行く前に頼みたいことがある。何？オルギエルドの件だ。謎の多い男のようだ。奴の話が思ったより複雑だという印象が拭えない。奴を調べてくれるか。何かつかめるかもしれない。もちろん、喜んで。助かるよ。また会おう。ええ、またね、ゲラルト。